ネット利用時間初のテレビ超え、総務省調査、コロナも影響かということですね。そうですね。ネットの利用時間、初めてテレビの視聴時間を超えたってことですね。そうですね。なんか意外ですけどね、もっと前からネットの方が超えてそうな気がしたんですけど。いや、それはあの広告の方ですね。あの CM 料金とか、まあ、広告料っていうのはもうネットの方が多かったんですけども、はい、視聴時間という意味ではまだテレビの方が多いっていう形ですね。あ、そうですか。でまだ土日とかであればまだテレビの方が長い時間見てるっていう形で、で平日に限ってはネット視聴の方が長くなったっていうことでしょうね。でも言ったってあれですよね、その年配層ですよね、テレビなんて見てるっていうのは。そうですね。だからこのネットの視聴時間っていうのがどこを意味するかですね。だからスマホとかでもアプリとか使ってたらそれはネットじゃない ないんでしょうけどね、多分。だからその ゲームの時間っていう形とかでね、スマホのアプリとかなんかそういったゲームとかはまた別で、はいはい、まあ、スマホの中でもネットニュースとかそういうのを見てたらネットの時間なのかもわかんないですけども、まあ、そういった違いがあって、まあ、あの実質、まあまあ、テレビよりもネットの方が、まあ、平日は上回ったって形ですね。はいはい。前年度調査で1日あたり126分だったネットが今回168分に急増したと。そうですね。前年度って言ったらコロナですもんね、言っても。コロナ で、ね、まあ、2時間6分あったのが、まあ、2時間48分とかそのぐらいから、まあ、3時間近い形で、ね、利用してるって形で、えらい急増しましたよね。去年も多かったのに、ね、去年よりもさらにって形なんで、まあ、ちょっとこの辺でね。一昨年まではもっと少なかったんですかね、はい、そしたら。そうですね。なんかまあネットばっかり見るから、まあ、このネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかそういうのに加入する人が増えたんじゃないですかね。はい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 。まあ、その辺でネットを視聴するって形でなったんでしょうけども、でまあやっぱテレビの方とかも、まあ、広告収入がねどんどん減っていってって形で。そうですよね。まあ結構ね。でちなみにこのテレビつけてる人っていうのは何見てるかっていうと、なんかね、はい、意外とテレビ見てる人っていうのもなんかあの例えば 朝になんかあの出かけるときに、はい、このコーナー始まったからそろそろ出かける時間やなって感じで、もうなんか時報じゃないですけど、まあ、時計代わりに見てる人も結構多いんで、そういう意味で言ったらまあ広告効果っていうのはあまりないじゃないですか。ああ、内容を見てないんですね。そうですね、まあ、中身を見てるんじゃなくて時計として使ってるというかね。まあ、そういう人が多いから結構なんか朝の番組とかってやたら右上にね時計とか出てるんで。確かに。まあ、その辺で時計代わりに使ってる人が多いかなっていう形で、まあ、そうなってくると CM 効果も薄いから、まあ、あのテレビ CM からネット CM に移っていくというかね。でテレビ CM からネット CM によって、あのどこが一番影響を受けるかというと、あの電通ですね。あ、まあそうですね。やっぱりテレビはあの電通を通して、まあ、どこに CM を入れるかとかね、その辺を電通が考えてくれて、ここに入れましょうかとかね、はい、その予算だったらここにしましょうとかね、この年齢層とかだったらここはいいでしょうとか、まあ、そういった感じでやるんでしょうけども、まあ、それを逆に今度は企業側が考える形になってきたということですね。企業側が自分であのネットでもうこういう層に入れようという形 でこのネット CM とテレビ CM の一番の違いってないと思います。ネット CM テレビ CM の一番の違い、そうね、まあ、これはあの、はい、なんていうんですかね、ネット CM の場合はピンポイントに狙えるんですよ。あ、そういうことなんですかね。 YouTuber とか好きな人がおすすめしてたりとか、まあその例えば YouTube とかもそうなんですけども、あのアナリティクスとかで あなたの YouTube チャンネルはその20代から30代が多いですよとか、40代から50代が多いですよとか、はいはい、60代以降が多いですよとか、で男性が多いですよとか、はいはいはい、女性が多いですよって、それが分かるんですよ。あ、なんかそれでもうピンポイントに狙えるんですよ。もうその60代にの女性を狙いたいって言ったらそこをピンポイントでいけるから。ただこのテレビの場合っていうのは、まあ、あのそれが数日しないと分かんないんですよ、データっていうのは。後から何日か経ってからこのぐらいの人が見ていましたとかね、まあ、こういった層が見ていましたとか、うん、そういったデータは取れるんだけども、だから速攻でリアルタイムで見れるのがネットなんですよ。リアルタイムでこの年齢層とかね、そういったのも分かるし、
まあ、その辺で全然影響力が変わってくるし、で、どうでしょうね、ネット CM よりもテレビ CM よりもネット CM の方が断然に安いんですよ。ああ、値段がね。そうですね。はいはいはい、でまあ、その辺で、あの効果的にはすごいネットの方が安くて作っている形 で実際なんかあのテレビ CM を出してた企業があの一切テレビ CM をなくしてでやった結果その利益率がすごい向上してで、まあ、ネットとかやったらなんか自分でどこに出すとか決めないといけないんで、まあ、決めたりとかね、はい、まあ、その辺で、まあ、逆に考えたりとかはするので最初はしんどいかも分かんないですけども、まあ、逆にその分ね、ノウハウとかも出たりできたりとかピンポイントに狙いたりとか、まあ、その辺でね、電通って意味なかったよねとか、まあ、そんな感じでね、確かに、まあ、電通とかで中抜けされてるだけやからはっきり言ってですね、うん、全然安い価格でできるっていう形なんでね、確かね、 YouTuber とかで、まあ、本当かどうかわからないけど言われてるのが、はい、登録者数 ×1.5 が、はいはい、あのまあ、あの提供とかその、はいはい、テレビの CM といいますか、そういった部分でお願いするときの値段が、登録者かける 1.5 っていうのをなんか言われてて、あ、まあ、相場って感じですかね。だから100万人の YouTuber だったら150万円ぐらい払えば、はいはいはい、ね、宣伝してくれるというか、あ、動画とかでね、そういう意味ではね、CM なんか、テレビの CM なんかってもう何千万、何億とかですから、はいはいはい、やっぱ全然違うでしょうね、それでも。そうですね。でも今なんかあのネット番組とかでも全然違ってきてて、はい、もうネット番組をやもう一企業がやってで一企業がその例えば1時間番組を、まあ、ネットとかで、まあ、どんな番組でもニコニコとかそんな何でもできるじゃないですか、 YouTube でもそうだし、はいはいはい、ネット企業、まあ、ネット番組作ろうまた作れてでそこにあの人気の人を呼べば、まあ、視聴回数とかも稼げてっていう形になってで、はい、まあ、その中に自分とこの企業の CM を入れるって形のスタイルとかが流行ってくるかなって形で、まあ、そうするともう自分とこがね金出して、まあ、番組作ってで、確かに、まあ、その例えば YouTube とかやったら例えば10万再生とかやったらねまたそれでそこからの収入もあるしで、はいはいはい、まあ、その収入でゲストを呼んでプラスアルファで自分とこの CM を流せるって形でね途中で、まあ、そういった形で、まあ、それが流行ってきたら、まあ、本当に、ね、まあ、電通いらないなっていう形で、ね、なってくるし、まあ、この辺でスポンサーがねあのどんどん離れていくんちゃうかっていうのもあるんですけども、まあ、ちなみに、そのスポンサーっていう意味で言うとあのオリンピックとかで今まあ、トヨタがね、はい、まあ、オリンピック期間中は CM を出さないとか、まあ、そういったのもあったりとかしたんですけども実はこの、はい、オリンピック期間中、まあ、パラリンピックの時にやってる時に視覚障害者がなんかトヨタの運転バスにぶつかって体調不良で五輪出場断念っていう形でニュースになったんですけども、はい、これ知ってました？いや知らなかったです。これねちらっとしか紹介してないから、まあ、ヤフーニュースとかにはなったんですけども、はいはい、まあ、テレビとかそういうところでは報道してないんで、はい、意外と知られてないんですけども、まあ、だからこれがだから報道されてないんですよ、こういったこと。でこれってすごいことじゃないですか、オリンピック出場選手が、うん、で視覚障害にぶつかって視覚障害者の選手の北園選手にぶつかって、まあ、その選手はオリンピック出場を断念したという形 でかなりすごい事件なんですけども、これをテレビは報道しないんですよ。なんでかっていうと、まあ、トヨタっていうのがあのテレビ CM のもう一番のスポンサーなんでね、はい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 、年間で一番広告料を出してる企業がトヨタなんで、まあ、そのトヨタの不祥事をメディアが報道してしまったら、テレビが報道してしまったらもうスポンサーがつかなくなるんでね、まあだからそういった圧力もあるんでしょうね。もうお前らこれすごい延々と扱ったらどうなるか分かってるよなって感じで、スポンサー降りるからなって感じでね、まあそういったのもあるんでしょうけどね、まあその辺で、まあ、こういった報道の姿勢っていうのがどうなのかなっていうのもあるんですけども、ちょっとこの辺に関してはねどういうふうに関したのかよかったコメントもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの下登録の方もお願いします。よろしくお願いします。